本日は自然エネルギー 100% プラットフォームのオンラインセミナー、屋根置き太陽光パネル設置を全国で標準化するにはにお越しくださいまして、誠にありがとうございます。本日司会を務めます、キャンジャパンの小畑と申します。本日はよろしくお願いいたします。また本ウェビナーは、自然エネルギー 100% プラットフォーム、国際環境 NGO グリーンピースジャパン、それからゼロエミッションを実現する会の共催で開催しております。昨年、東京都や川崎市では全国に先駆けて太陽光発電の設置義務化を含む条例が成立いたしました。本日のウェビナーでは、屋根上での太陽光発電が標準化されていくために、何が必要かを考え、東京都や川崎市の事例から学び、他の自治体や、国への議論に進めていきたいと、つながる機会になればと考えております。本日は480名を超える方が登録をくださっておりまして、大変嬉しく思うとともに、このテーマに対する関心の高さを感じております。開始前にいくつか本日の注意事項をご連絡させていただきます。本日の資料は、自然エネルギー 100% プラットフォームの、ホームページに掲載をしております。ご質問がありましたら随時画面下の Q&A ボックスからご質問をお送りくださいませ。またすでに挙げられている質問の中にご自身も聞きたいと感じられたものがありましたら賛成ボタンを押していただくようお願いいたします。こちらが本日のプログラムになっております。まず、東京大学大学院工学系研究科建築学専攻准教授の前正幸先生より、屋根置き太陽光パネル設置標準化を目指してとしまして、ご講演を30分間いただきます。この後に、東京都と川崎市の、ご担当者様から、各地の事例としまして事例紹介を各15分程度、いただきます。その後に質疑応答の時間を20分程度設けておりますので、よろしくお願いいたします。本日の終了時間は18時30分を予定しております。お時間が許す限り、どうぞ最後までお聞きくださいますようお願いいたします。それでは早速ですが、東京大学の前先生よりご発表のほどどうぞよろしくお願いいたします。はい、皆さんご覧いただけてますでしょうか。はい、見えております。はい、じゃあ皆さんこんにちは。東京大学の前でございます。今日は皆さんと一緒にですね、太陽光のですね、屋根置きの設置標準化についてですね、一緒に考えていければと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、でですね、まあ今現実問題として、まあこの冬も寒かったわけです。そして夏も暑くなりそうです。そして電気代にですね、困っている人がたくさんいるという現実があります。まあ、こういった三重苦のですね、大きな理由が日本においては、まあ、住宅のですね、性能が不足しているという大きな問題があるわけですね。で、さらにそこにですね、電気代の高騰が追い打ちをかけました。で、電気代がですね、まあ、燃料がですね、輸入燃料がまあ急激に上昇してきていると。今ちょっと一服してますけどね、今後も予断は許しません。そして、電気代にはですね、この燃料費調整という化石燃料価格や為替に応じて自動的にですね、変動する部分がございます。まあ、これを受けてですね、電気代がですね、もう急激に上昇してきたわけですね。まあ、料金プランによってはですね、以前と同じだけ電気使ってても倍近く電気代が高くということが、まあ、この間1月まで続いておりました。で、2月以降ですね、激変緩和措置というものが行われまして、まあ、その辺ちょっとですね、まあ、見かけ上電気代が下がっているという状況になっているわけなんですね。で、こちらはですね、Google トレンドで、まあ、検索数がどうなっているかということを調べたものになっています。で、灰色の線がですね、電気代の検索数でして、まあ、だんだん電気代が高くなりにつれてですね、まあ、電気代の検索数が増えて、まあ、この間のですね、1月に非常に検索数がピークを迎えたわけです。まあ、それに伴って太陽光発電もですね、まあ、ちょっと関心が高まったかなというようなところがあります。で、まあ、いろいろとですね、まあ、太陽光のですね、まあ、ついて、まあ、設置していこうという動きがですね、まあ、やっぱ電気代の高騰とともに盛り上がったわけですが、やっぱりですね、電気代補助が始まって、見かけ電気が安くなるとですね、まあ、急激にやっぱり関心がなくなってきているというのが現実になります。
だからやっぱりこう見せかけのですね、まあ緩和措置というものが本当どうなるか。省エネや再エネの普及ですね、まあ、非常に阻害してしまうという面が否定できないのか。だから太陽光もですね、今後みんながちゃんと関心を持ち続けてですね、対策が広がるのかということは予断を許さないと思います。ただ、まあこの間ですね、電力会社のですね、申請についてついに国が認可いたしましたので、まあ、6月から大幅な値上げということは、まあ、避けられないと思われます。まあ、さらに問題なのがですね、この激変緩和措置のですね、電気代補助ですね。これは、まあ、補正予算 2.5 兆円ですね。このほとんどは、まあ、国債のですね、に発行によって賄われているわけです。電気代補助の原資は、ね、次世代の借金なんですよね。まあ、だから、今の世代がちょっと楽をするためにですね、もうさらに、次の世代にですね、大借金をこさえると。いつまでこういうですね、自分たちさえ楽ならいいって対策を続けるのか、ということは、ちょっとそろそろ本気で考えなきゃいけないと思います。とにかく日本はですね、冬の寒さがやばい、夏の暑さがやばい、電気代がやばい、ね、地域もやばいですね、で日本自体がやばい、で地球がやばい、まあ、大変な状況です。でもうこれ以上化石燃料に頼るということを続けてますと。結局日本では化石燃料が取れないわけですからね。まあ結局、貴重なお金がどんどん外国に流れ、まあ下手すれば戦争の原資になってるわけですよね。ろくなことがあります。でまあ化石、石炭火力とかね、原発みたいな話ありますけど、まああれ大企業だけが潤うもんですしね。まあ輸入、燃料輸入してる商社も空前の利益上げてるわけですよね。で結局、燃料代は国外に流出して日本貧しくします。あと、現状のやり方ではです、ね、結局電気代高いもの。アンモニア発電とか電気代が安くなるって話は聞いたこともないわけですね。でも雇用も増えませんね。で地域がお金が流出する一方です。だから現状ですね、ことさらに吹聴される偽物の脱炭素では日本と地域は貧しくなる一方ではないかということを懸念しています。まあ、結局脱炭素っていうのはお金流れが変わっていくことで、まあ、今後地球と人に悪いことは高くつく。化石燃料電気がどんどん高くなって、まあ、地球と人に良いことが安くつくと。そうしたらね、綺麗な電気ってのは相対的にどんどん安く有利になっていくわけですよね。まあ、とにかく日本全体でですね、もう高度成長以来、ね、特に年配世代はこれだけが唯一の成功モデルと思い込んでいる、この化石燃料資源を浪費する切断的な社会システム。もし、ね、住宅で言えば新築をとにかく安くみたいなね、こういう話がもう限界で、まあこれですね、もうずるいことが安くつくってことがもうね、もう本当にみんなを疲弊させ、地域を疲弊させ、地球をね、めちゃめちゃにしと。本当、限界に来てるわけですね。これからもやっぱ地球と人に悪いことは高く、逆言えば地球と人に良いことは安くつくという時代ですから、まあ、どん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 ですね、地球と人に良いことを、ね、やっていくということが一番長い目に見ればですね、お得になると。まあ、地域のエネルギーを地域でね、循環させると。みんな豊かになる。というふうに、やっぱ、舵を切っていかないと、まあ、どうしようもないのかなと思います。で、今ですね、GX 投資ということでね、150兆。これは私も最後のお金で、もう最後、もう本当枯渇するんだと思いますけどね。まあ、これをなんかよくわからない。世界にもこう、日本の独自技術とやり費やすとかですね。まあ、再エネと住宅ストックですね、地道に投資して、地域でお金を回し、豊かになる。っていう、私は瀬戸際なのかなと。まあ、この地道なですね、本当に良い脱炭素ですね、やっていけばですね、冬は暖かい、夏は涼しい、電気代も安心、地域が元気になる、日本も元気になる、地球の未来も安心ですね。私はこの真の脱炭素というのは住宅と建築の改善がですね、不可欠だと考えています。一応日本はですね、曲がりなりにも2050年までカーボンニュートラルということは言ってます。で実際ですね、まあ、その途中経過である2030年までのですね、削減。まあ、右上がですね、日本全体の CO2 削減の、ね、レートなんですけどね。まあ、ちょっとどうなのと、ね。日本全体で一見ね、なんか順調にいってるような見え方もしますが、右下の非住宅、業務部門とか、左下のですね、家庭の住宅とか見てるとね、だんだん下げ止まってきてる傾向があるわけです。だ今までは、左上の電力の CO2 減単位の低減によって勝手にまあ、家庭とか、業務はですね、CO2 が減ってたって面があるわけですけど、まあ、あとですね、家庭用だと冷蔵庫でエコキュートですね、対策。まあ、簡単な対策ですね、まあ、進んできたわけですけど、もうそれも限界に来てるということで、まあ、これからですね、本格的に建物そのものの性能向上とか、やっぱ再エネに取り組んでいくという努力がですね、求められるとですね、もうこれまでのお手軽な
なんか省エネのネタっていうのはもうほぼ枯渇してると思います。で、まあとにかく残念ですが、まあ、この現状の国主導の脱炭素はですね、まあ、甚だ心もとないところがあるわけなんですよね。まあ、なので本来は国が主導するべきこの脱炭素の話が全く当てにならないという中で、今ですね、自治体の方々がですね、本当に脱炭素の主役として、まあ大変に頑張られているということがあるわけですよね。まあそれは大変なご苦労があって、まあこの後で東京都ですね、川崎さんのね、取り組みの紹介いただけるとですね。まあそういった、だからもうこれから本当に自治体がですね、もう脱炭素主役になっていくと。まあ、そこをどういうふうにですね、じゃあみんなが力を合わせていくかということは問われているんだと思います。まあ、とにかくですね、長期的な電気代の高止まりも不可避だと思いますので、一時のブームで終わらせないようにですね、住宅の性能補助やっていかなきゃ。まあ、その中で当然太陽光も重要になるわけですね。まあ、とにかく、まあ、こんな脱炭素の話って目つり上げて、なんか言うような話は多分ないと思うんですよね。だから冬、ね、夏も温度が気にならない。いつまでも電気代心配がない。まあ、おまけに地球も優しいと。まあ、単純にこんな暮らしができたら、まあ、いいに決まってるわけなんですよ。これがいけないなんて話がどこにあるのかって話ですよね。で、幸いにして、こういった電気代を間違いなく安くできる確立された技術はあるわけでして、まあ、それはこの3つなんですよね。だから断熱気密と高効率設備と住宅で唯一現実的には再エネでは耐えるはずです。この3つ、もうオイルショック以降50年以上研究してて、間違いなく効果があるものってのはこの3つだっていうことなんですよね。まあ、未だにこれ以外にあるとかいう方もいらっしゃるんですけど、まあ、はっきり言って50年も研究してて、本当に効果がすごいあるもの出てこない。どういうことだって話です。この3つはもう絶対に欠かすことができないということになる。特に電気代安くするっていう意味では、この太陽光発電ですね、もう本当に将棋では飛車みたいな。蓄電池とか作りますと、これ流用なんですね。最強だということになります。ところが、なぜか日本ではまず断熱がちっとも普及していない。で、設備は全然効率が上がらなくなる。そして太陽光発電はですね、なぜかね、フィット、開始直後はバブりましたけど、現在は大停滞で、なんかやっちゃいけないってアンチの人が、ね、バッコしてるというわけのわかんないですけどね。まあこちらは1970年以降もですね、まあ、あの設備の省エネ、断熱、ね、太陽光発電、私の勝手な理解を整理したものになっていますけど、まあとにかくですね、オイルショック以降ですね、まあ家電の省エネっていうんで、VV やって言って、まあその禁止とは2001年で5級たんですよね。それ以降全然弾が出なくなる。で断熱っていうのは、まあ、とにかく北海道からですね、広がってきたんですが、まあ、とにかくですね、日本のように断熱金差がとんでもない。断熱家腐るとかいう話があって、国交省の1999年の大昔の基準を全然直さないで来たわけですね。最近はようやく断熱っていうのが重要ってことは、まあ、さすがに普通の認識になってきたかなと思うんですけど、まあ、未だに断熱消しかなんて言ったら言います。で太陽光発電については、もう日本はトップランナーだったわけですよね。ですけども、これがまあ、なんかぶっ潰れまして、まあそれだよね、アンチばっかりが溢れ返って、太陽光はけしからんという人がいるんですね。で、まあなんか一見ですね、こう日本の伝統に断熱はないとかですね、太陽光はないとかね、いう人で、ね、ものすごい綺麗事に見えるんですが、実際は一体合わないんですね。まあまあ寒さ、暑さに耐えろとかね、高くなる電気代に苦しめとか、まあ言ってるのと何ら違いがあります。で困ったことにですね、国の方もですね、いや断熱とか省エネなんてね、まあこの後ね、あんまり気にせずに、50に家を建ててくださいということで、実は日本においては未だに最低限の断熱とか省エネすらですね、義務化がされてないということになります。まあそれがですね、2年前からちょこっとだけ変わったのかもしれないって話があって、まあいろいろドタバタ劇があってですね、まあ特にこの脱炭素あり方検討会で7月20日にですね、まあ大きな動きがあったと思います。まあ、いろんな要因はあってね、やっぱり院の先生方のね、地道なもう本当に何ですかね、頑張りとか、まあ、あとメディアからの取材とかね、政治家の方のとありましたが、まあ、非常に大きかったのは、この勇気ある地方自治体が日本全体をリードしたということがあるわけですね。で、まあ、学者の先生としては、諸富先生、兄弟の諸富先生がですね、本当に太陽光のね、設置義務化ってね、もう本当に大事じゃないかと。直近で拡大余地があるのは、住宅建築設備にね、設置する太陽光発電と、ね、農地への営農型太陽光2つしかない。ね、他のなんかよくわかんない技術なんてね、2030年以降ものになっていくこともわからん。今すぐできる再エネって多分これしかないんだってことをね、まあ非常に強く言われたんですね。で、まあいろいろありまして、まあ渋々やる気のない省庁もですね、まあ渋々、まあ2050年目標とかですね。で、特に注目は2030年に目指すべき姿として、
再エネでは新築戸建てでも6割において太陽光発電が導入される。これものすごく重たいことなはずですよね。この2030年に新築戸建てで6割において太陽光ですね。でこれに関してなんか一番下に両閣僚で、ね、国土交省の役割ということで、こういった省エネ再エネの拡大に責任を持って主体的に取り組む、特に絶頂付近においては、ね、住宅行政を所管する立場で最終的な責任を持って取り組むということがですね、まあ、明確に示されてるんですね。で、ドタバタがありまして、やっとこ2025年から断熱1年冬季用の義務化という話になりました。で、さっき申し上げましたけど、まあ、とにかくですね、まあ、この分野、住宅業界でヘイトっていうのがありまして、まあ、ヘイトのね、元祖はこの断熱気密ヘイトだと思うんですよね。まあ、とにかくね、もう日本の気候には断熱気密は合わない。ね。断熱は日本の気候に向いている。断熱すると木が腐る。家が高くなって買えなくなる人。ね。まあそういうので散々先送りした挙句に断熱普及が遅れて多くの国民が寒さで健康を損ない。高い電気が苦しいんだ。ヒートショックで命さえ失ってるわけですね。で、そういったね、断熱やっちゃいけないと。無責任に言い散らして、普及を遅らせた業者は何の責任も取ってないんです。この問題があるかもしれないとか、家が買えなく出るかもしれないとか、何もしたくない業者の上等文句なんですよね。本当に必要なのは、健康快適で電気代も安心な暮らしを全ての人に届けた仕組み作りだと。日本はこの仕組み作りを放り出して、現場の全員に丸投げしてしまうっていうのは、多分致命的な結果を持ってるね。で、まあ一応2025年からと2030年まで、こういうことは決まってです、ね、まあ。とにかくようやく日本でも2025年からですね、全ての建築ですね、この省エネ基準の提供を義務化されることになりましたが、あんな低レベルな断熱東京、地震東京を義務化したかは何なの、まあ、意見がありますね。まあ、これはまあかなり正解なんですけど、一個あるのが、地域が独自に上位基準を決めるようになったということです。非常に大事なことは、義務化されると自治体が独自基準を制定できるんですよね。今でも省エネが義務化されて、大中規模の非住宅は独自に上位基準を義務化できます。で、まあ、省エネ義務化されてないね、住宅とか勝手な上位基準を作っちゃありません、いけませんよって、国交省がわざわざ技術的助言出してね。まあ、これをね、受けて、まあ、長野県は2025年から義務化が始まるんであればね、省エネに関して国を、ね、上回る基準、住宅にもしたいと、まあ、いうことで、大変注目を集めているわけですよね。で、次にこのね、2025年からね、この絶地レベルとかいうね、話。まあ、これは誠にどうでもいい話で、断熱等級5って絶地レベルなんですけど、実は大したことない。ということですね。まあ、断熱等級は本当でもいいんですけど、等級5もね、絶地レベルっていうね、なんかいい言葉を使ってますけど、大したことない。やっぱこれからですね、断熱等級6以上ってことがですね、温度と電気代バランス等には必要です。まあ、私もいろんな家でね、やっぱ測ったりなんでしますけどね、断熱等級はまあ論外として、断熱等級5もかなり、ね、ボロボロ、特に全館空調したらやっぱ増入になっちゃうわけですね。断熱等級6以上でやっと温度と電気代のバランスが取れる。断熱等級になれば実質無断熱ですね。いいものを普及させる。で、これを実践してるのはやっぱ鳥取県ということですね。まあ鳥取県はもう日本トップなんで、断熱と気密両方ですね。本当に素晴らしい政策をしているわけです。で、さらにですね、もういかに鳥取県がネストという基準が素晴らしいということをわざわざね、この国の承認基準で、ね、対比させて、ね、ノックアウトみたいな。まあ、地方自治体がね、こういう資料を作る。国を蹴っ飛ばすような、まあ、資料を作るっていうのは、まあ、いい時代になってきたということがあるわけです。まあ、とにかくですね、大事なことは、この断熱気密と高校設備と太陽光発電を普及させるということです。で、特に家の電気代を安くするのに、太陽光より強力な手段はないんです。私もいろんな人に聞いて回りましたけど、ないんですね。あるんなら今すぐ教えていただきたいと思います。やっぱり太陽光っていうのはガツンとですね、電気代を下げる。なしからありですよ。本当に劇的に電気代下がる。まあ、こういうものは、まあ、ないですね。はい。ただ、世の中に誤解がいっぱいあって、太陽光はもう乗せなくていいみたいなね、誤解。まあ、特になんかフィットがね、まあ、だん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 買い取り価格が下がってきて、なんかペイしなくなったっていうね、まあ、誤解があるわけですが、まあ、実際は初期コスト自体も下がってるわけですね。だ世の中ではちょっとそのね、太陽光もペイしなくなったという誤解が振り回されちゃって、まあ残念ながらですね、新築戸建てですね、もう、尿吹き、数はもうね、と、まあ全体の太陽光があれば3分の1ぐらいになっちゃってます。いや、とにかくこれは本当に、もうみんな知っとかないのは、現在でも10年少しで太陽光がペイするということですね。で、さらに大事なことは、何事も工夫すれば良くなるんですよ。太陽光が高い高い、
って、プレマーって人たちは努力してないんですよね。何事もね、みんなにちゃんと太陽光乗せようと思って努力すれば、ね、どういうふうに太陽光パネルとか部品を調達するか、施工をどうするか、ね、本当にいくらでも、ね、まあ、工夫ができるわけですよ。だから本当に頑張ってる人たちはもっとですね、短い期間、10年以内で焼却させることができてますね。高い高いで工夫しないのほっとくというのはやっぱり良くないということになります。あと、国の公式目標、ね、新築戸建て6割に太陽光ですね。これ現状どうなってるかというと、最新のでも、新築戸建て、注文と建て売り両方合わせると16%しか普及しておりません、ね。これで今までですね、戸建て全体ではですね、6年間で太陽光の性能ね、設置の比率って9%しかアップしない。これで2030年に新築戸建て6割になるとは、まあ、とても思えないわけですよね。でちなみに太陽光の性能ゼブなんてもうほとんどゼロに等しい 0.4% とか冗談みたいな数字なの。つまり、住宅でも非住宅でも太陽光の性能がちょっとも普及しない。で特に2030年新築戸建て6割太陽光。こんな国の目標は現状でも到底達成不可能なんです。だから普及のブースト策が不可欠。これがまず大前提です。この認識をまずしっかり持つことが大事です。で、まあ、とにかくこれは国の目標であり、これ本来国交省がね、責任を持って主体的に取り組む話です。ね、何度言いますが、これは国、特に国交省の責任でやるべきことなんですよね。ただ、それに向けて果たして国交省はいい仕事をしているのかと。これは大いに議論されなければいけません。ね、どうなんでしょう。ただまあ現状では、まあ正直国はサボってると言われてもしょうがないんです。まあだから自治体が頑張るしかないという中で、まあいろいろね、まあ東京さんとか川崎さん、まあ大変な苦労、本来国がするべき苦労をですね、まあね、頑張られているということになるんですね。でまあ京都府さんなんかはですね、説明義務化をまあ先駆けてやられたんです。で何と言っても東京都ですよね。東京都がまあ設置義務化ってこと言われたら、まあ大騒ぎに多分なって、というか、まあ、一部で大騒ぎになって、まあ、炎上したんですね、あれね。で、私の率直な印象は、ちょっと私も身の回り、太陽光が嫌いな人が多いというのを何だか感じたんで、もうちょいやっぱり入り方が肝心だった気がしますけど、まあ、一回炎上しちゃったからしょうがないって感じで、まあ、ここで東京さんがずっこけると、ね、まあ、日本全体で太陽光なんかね、取り組む自治体なくなるでしょうから、まあ、勝手にこけられると困るなというのが私の個人的な印象で。まあ記事を頼まれたので、まあ書いたこととかもあります。ただまあさすが東京都さんで、こっからですね、まあね、大逆転ということで、まあ解体新書というですね、今までになく、あの、太陽光についてしっかりまとめたし、なんで言いますか、これ国が作るべき資料なんですけど、それを東京さんが非常にわかりそうに作ったわけですよね。ちなみにこれあの、なんか一時聞いたんですけど、ちょっと心配してたんですけど、なんか、昨日アップデート版が出てきたということなので、まあ、引き続き皆さん、あの解体新書ですね、東京さんが作ってくださったのを活用いただければと思います。で、まあ、とにかく世の中であの太陽光嫌いが吹き荒れている理由の一つとしてですね、私の理解はあのメガソーラーが嫌いだって人が多いんですね。メガソーラーと屋根のせはかなり違うっていう理解が重要ですね。私はメガソーラーとか正直言えばね、ちょっと初めどうなのと、ヒットで大騒ぎの時にちょっとどうなのと思ったし、あとこのね、売り電狙いの屋根乗せもどんなもんかと思いました。これってちょっと格差助長じゃないのってね、実は私、メガソーラーとかゼチとか初め嫌いだったんですよね。でも今となっては自家消費優先人の屋根乗せになってきてるわけで、これは私は全然いいんだと素直に思ってますね。とにかく売り電で大儲けの時代から、なるだけ自分で使う自家消費になってるって認識を持たないんですね。あと、その売り電主体でね、確かに再、ね、この再に賦課金ってとか膨らんじゃってるじゃないか。ね、しか太鼓潰せって話なんですけど、まあ、これもっとみんなが言わなきゃいけないのは、ね、この再燃賦課金が下がったってことなんですよね。まあ、再燃賦課金がドカンとですね、下がったわけですね。だからやっぱり再燃っていうのは、化石燃料が高くなるから非常に有利な電源になってきて、余計なお金をみんなから徴収しなくても済むようになってきてる。ということが極めて重要だと。これもっと再燃賦課金が下がったということは、もっとみんなが知らなきゃいけないことですよね。だから、もうすでに、もうね、もう太陽光とかね、そういうのはもう非常に多くなメリットですね、届けるようになってきてると、ね、いうことを、まずみんながしっかり認識する必要があります。で、さらに屋根乗せが最高なのはね、系統を利用すれば、高額な宅送料金がかかってしまうところは、屋根乗せは自家消費の宅送料金を使わずに済むと。系統を利用せずに済むということですね。これは本当に大きなメリットだと思います。
ただまあ、なんであんなに大騒ぎになったかというと、やっぱ設置義務化って言葉が良くなかったんだろうなと私は思っています。はい、すいません。で、まあね、やっぱりこう、設置義務化ってところで起きたことをですね、まあ、東京さんも抑えるのに大変な苦労されたんじゃないかなと思います。まあ、設置義務化自体は私はね、まあ、本来は冷静に考えれば私はいいことあると思ってて、いいことだと思ってる。設置義務なしっていうのは、ね、で、まあ、説明義務ぐらいですね。やっぱりおせっさんはね、やっぱ家のこと詳しくないんで、販売業者はめんどくさいことやらないし、施工業者もね、めんどくさいことは努力しないわけです。そうするとやっぱ太鼓の差がとおせっさんは残りの人生を寒さと電気に苦しむわけですよね。設置義務があれば乗せなきゃいけないんだから、安く綺麗な競争を激化しますし、必ずつけなきゃいけない太陽光ね、こうみんながうまくやるようにね、そのやっぱ日本は現場の力優秀ですから、やらなきゃいけないのはやってくれますよ、日本の現場はね。安く立派にやってくれますね。で、まあそういうので何か知らないけど太陽光が乗ってたでいいんじゃないですか。大事なことはみんながね、健康快適で電気で安心で。まあそれに向けた設置義務化は私は大いに有効だと思います。とにかく、電気代も安心な暮らしをみんなに届けるためっていうのはブーストは、策は絶対に不可欠です。残り、取り残される人を出さないために実効性のある普及策が不可欠。まあそれが、まあ設置義務化っていうのはその通りだとです。ただ、ちょっとその設置義務ってことにあまりにも反発が大きいんであれば、設置標準化って言葉がいいということで、まあなんか、東京さんの資料もなんか最近標準化っていうことをメインにされてるから、その辺ちょっと意識されてるのかと思います。あと、まあ太陽光がね、嫌い、けしからんって人が山のように言うね、あの話。まあ、あれに対してはやっぱ東京さん解体新書が一番手に応えると。で、最近は雑誌などでですね、いろいろ、やっぱその辺取り上げるですね。まあもう増えてきてますし、まあいろんなね、資料が出てきてます。だんだんね、本当のこと。で、私もあんまりなんか言われるから、まあちょっと自分で一斉に聞いてみてもらってですね。まあ雨の原因、ね、雨の原因になるとかいう話についてもですね。まあ実際100万件の保険のうちに、太陽光が原因の雨にたった2件。まあ、しかもそれは保険で完全にカバーされた、ね、わけで、まあ、ほぼゼロですよね。で、標準施工で合わせたことはないって言ってましたし、まあ、この間国交省、ね、さんの、ね、発注で、この工事とか対応システム設置について、丁寧な、ね、マニュアルが出てましたから、この辺ご参考にされていいと。あと、太陽光のせいと火事になるとかね、火事って火が消せないって話も、ね、もう消防庁行ったらね、その事故って10年で13件ですよ。ね、まあ、怪訝な顔されまして、もっと火事って他に気をつけてほしいことあるんですよって言われました、ね。で、まあ、感電しないような噴霧状の放水ってのは別に太陽光に限らず、ね、ちゃんと対策としてね、持ってるということです。で、太陽光の場合はさらにね、発も消した後に、もう遮光板乗っけると、シート乗っけて発電する。とにかく太陽光があろうがなかろうが我々は必ず消火します。と言われたのが印象的でした。あと、排気パネルね、まあ、これもことさらに、まあ、他の排気問題にどういうことに誤解になりますかってね、産廃って何トン出てるかご存知ですかとかなって、まあでもまあなんか太鼓パネルね、排気消しかなんて方。でも私に言わせたら窓みたいなもんで、ほとんどがアルミとガラスとね、樹脂ですよね。まあシリコンなんてほんと数パーセントしかないんでね。なんでそんな大騒ぎするのか若干思いますが、まああの国の方ではまあね、ネドとかで先んじて綺麗なね、リサイクルをなと。で正直もう誰も持ってきてくれないんで、ね、もうどんどん持ってきてくださいって話ですね。あとメーカーが日本企業じゃないっていうのは、私もね、まあ非常に残念で。ただ一部は国産で作ってたりもしてますんでね。まあその辺はもし気になる方は国産で、ね、組み立ても使いましょう。あとちょっと今日東京さんに関係ないですけど、雪が多い地域にね、どうなこんじゃって話ありますけど、この間に新潟長岡とか大雪が降る地域で伺いましたけど、そこでもですね、全国ですね、太陽光を乗っけてるね、もうそういうのやね、取り組まれた方いらっしゃる。やっぱ住む人に安い電気代ってなったら、これ以外に方法はないんですって言われてましたね。で、まあ、冬でも、まあ、雪が溶けない工夫とかね、落ちる工夫がされたりしてます。で、実は、で、年間での発電量、ゼッチの報告見てると、東京が年間1125の発電とか、新潟の1030なんですね。イメージよりも、ね、ずっと発電してるってことなんですよね。だから、まあ、京都府さんとかね、まあ、義務化してる。で、新潟は今で1034ですね。で、あと、鳥取県ですね、断熱のトップランナーっていうね、ところね。東京とあんま関連の発電ということで、まあ、東京、鳥取でも今ですね、まあ、ネストの防弾住宅の7割に太陽が乗ってると伺っています。だから日本はね、太陽に恵まれた日の元の国なんですよ。だからどの地域でも太陽光のせいでしっかり発電できるわけなんで、まあ、安心して乗っけていただければいいかと思いますね。はい。鳥取県でも本当にどんどん普及していると聞いています。はい。なので日本ツールあるですね。まあ、本当に安心して乗っけていけるものだと思っています。
で最後のですね、まあ、この人権問題ですね。でこれはまあ当然大事で、我々が日々暮らしてですね、もう何気なくしていることがですね、他、自分の国や他の国の人ですね、もう人権を侵害することあっては絶対いけないわけです。だから解決に向けて動き出すことは大事ですね。ただ、まあ、一方ですね、やっぱり太陽光発電ですね、システムということで、まあ、確かに輸入材使ってもありますけど、輸入燃料が減るし、あと、現場でのね、組み立てとか、設置とかですね、そういうことで多くの大事になるわけですね。で今、世界で確かに、ある特定の国ですね、極端に PV がね、依存していることは良くないという話は出てる。ただし、これは、あくまで、ね、こんなに大事な、世界にとってね、不可欠なパーツを一国一地域に依存したことは問題ある。まかり間違っても太陽光発電がけしからんなんて話じゃないってことは記憶しておかなきゃいけません。まあその上でね、まあ経産省もこうガイド、人権問題ガイド出しましたし、この間ですね、GPR の方でもこういった取り組みとって始まってます。まあこういったことで継続的に改善していくということは大事。あと何より太陽光の時だけことさらに目を吊り上げて人権問題。普段どういう人権問題にご関心をお持ちですか、ちょっと聞いてみたいですね。で、なんだかんだって、まあ、太陽光設置義務化なんとか突破、まあ、まずパブコメですね。まあ、特に若い人の賛成が多かった。まあ、でもそれでもやっぱけしからんってですね、まあ、記者会見までされた話ありましたから、我々もあくまで、まあ、真実をちゃんとお伝えするという中でね、ちょっとやったことはあるんですね。この時は全体の写真を撮ってないと笑いますけど。まあ、そういうので、まあ、それがどうだったかしましたけど、条例はね、可決されました。だからちょっと残念ですけど、一部ですね。反対ということ。でちょっとやっぱ話聞くと、やっぱ設置化っていう言葉にやっぱ反発されてんじゃないかなっていうことで、まあ予算自体は賛成されてるわけですね。まあ通ってるわけです。で、次に川崎さんね、太陽光設置義務化っていうのが、まあ、続いたということで、本当素晴らしいです。で何度も言いますけど、この太陽光の普及は国、特に国交省の責任なんです。ただ、もう本当にそれがやってるんですかね。あとで、国交省の頑張りを、東京さん、川崎さんに聞いてみたいような気もしますけど、まあ、正直どうなんでしょう。ね、だから自治体さんが頑張ってると。要はですね、国の代わりには本当に東京さんや川崎さんが努力されたと。で何度言いますか、私は太陽光発電って目つり上げるって議論することじゃないと思ってるんですよ。なんかみんなが電気代騒いで、あ、うちどうなってんだっけ電気代。うん。気にしてない。確認したけど大したことない。みたいな。じゃあまあ、いいか。これでいいと思うんですよね。で、実は知らないうちに断熱症に太陽光がお家に備えられるおかげだったんです。何も知らない家族はずっと幸せに暮らしましたっていう話で何がいけないんでしょう、ね。大事なことはね、本当にみんなが、ね、本当に安心して暮らせる社会、仕組みを作っていくことだと思います。とにかくね、太陽光はやっぱり健康快適化しをできやすく、これね、本当に、ね、他で買いがないんですよね。で、課題は、まあ、多くはクリアできるしね。まあ、いくらか残ってるのは知らないけども、それは十分解決すると思います。それに太陽光の進出は常に調査は進んでるんですよね。何度言いますけど、やっぱ古い情報、思い込みで話してる人はちょっと多すぎちゃうんですね。でも、それで、おせっさんの信頼を裏切るっていうね。それもやっぱり、ね、大きなリスクも、にした方がいいと思うんですよ。はい。とにかく、もう10回言いますけどね、国がサボってるから自治体さんがまず頑張ってるんだ、ということなんですね。で最近は、ね、そのちょっと責任を負ってるはずの省吾ですね。まあ、昔からこう言ってきたのは、省エネを義務化した、太陽光を義務化した、家が高くなって、買えない人が出るんですよ。いいんですかってね。まあ、これはね、以前からの常套句なんですが、まあ、最近ちょこっとだけですね、なんか変わってきたかというのが、このゼッチマンガって言われてるものですね。ここで、実は省エネとか太陽光を、ね、乗せない家を建ててしまうと、後で資産価値が落ちて損をします。ね。断熱とか省エネとか太陽光やった方がいいですよってことをですね、多分初めて一般の人向けにまあ言い出した。ただここもですね、なぜか太陽光の売り電子面を無視してるんで、ちょっと変な計算ですね。まあとにかくでもまあちょっとずつは変わってきてね、まあ責任持ってる省ですからね。はい。まあ一応ちょびっとは責任を果たそうとしてきてんのかしてないんだかみたいなのが出てきてね。とにかく国交省の断熱省エネ太陽光ペースと言い出した。で、まあ、その高いってことに関しては、本当にいろいろ考えなきゃいけなくて、私が非常に注目したのは、この琉球銀行のゼッチ専用住宅ローンのように、太陽光とか乗ってる家をですね、まあ、金利的に優遇するということ。これものすごく大事だったんですね。だから高くなるから家が買えなくなるって、ね、これ一かけらの知恵もないわけです。でも、絶対トータルでは得な話、みんなにとっていい話。っていうのに、ちゃんと社会がお金が回るようにしていくということ。
その仕組み作りが本当に大事だと思って、私は不動産や金融の工夫が本当に大事だと思っています。はい。とにかく国がサボっているから自治体さん頑張ったんですね。まあ、その成果としては、この何と言っても東京都のね、もうあの解体新書ですね。素晴らしいと思うんですね。で、さらに今東京都が率先して取り組まれる。私が非常に期待しているのはこの太陽光の電気を自家消費する給湯器。あと集合住宅への太陽光。特に後乗せですね。まあ、この辺ですね、まだ課題があるので、ぜひ東京都さんに率先して切り開いていただいて、ベストプラクティスを作ってですね、日本中に広げていってほしいなとね。やっぱ太陽光のお得度を上げていくためにはね、この自家消費をどれだけ増やしていくかということがキーね。まあ、蓄電池は EV もあるし、あと昼間明け型給湯器とかすごい有効。まあ、特にですね、まあ、ハイブリッド給湯器とかエコ給湯器って大変有効ですのでね。まあ、この辺ってことで。で、今回なんかかなりこの辺なんか東京さんで、なんかテコ入れして昼間の電気でお湯を沸かすとかね、補助されるみたいですから、まあ、期待してます。あと、川崎さんもね、素晴らしい、このね、Q&A 資料を作られたりしますんでね。まあ、本当に、何度言いますけど、国が作るべき資料をね、本当に自治体の人が苦労して作ってるね。まあ、だからそういう資料を私としてもね、まあ、私自身もわけわかんなくなってくるんで、まあ、ちょっとサイト、自分の備忘録的に作ってるんですからね。こういった取り組みをちょっとまとめておいて、まあ、東京さんとかね、川崎さんの苦労のようなね、苦労なく、やっぱ次に続くね、自治体の人たちがあって、ね、こういう取り組みちょっとまとめる努力が必要です。これはまあ私が勝手に作ってるサイトですけど、まあ、できればどっかでもうちょっとまとめたものをして、後に次に自治体の人がね、いろんな日本中の取り組みをさっと真似して、もうパクってね、楽に進められるとか。あと、この辺なんかウェビなんかやって面白いのかな。まあ、本来こういうのはですね、国交省なんか総務省なんか、まあ、本当やるべきだと思うんですね。私にも常にこう情報の、まあ、こういう講演のために資料をまとめたりする。まあ、これ自分の備忘録的に作ってサイトで、まあ、よければ参考にしてください。だから大事なことは次の自治体にリレーが続く仕組みをね、作りませんかってことは、まあ、今日ちょっと話題かもしれない。ちょっと事前にね、いただいてる質問、ちょっと回答作ったんですけど、ちょっと時間がなくなっちゃったんで、まあでもご興味があればということで、ちょっと本当すいません、回答してる時間がなくなっちゃいましたが、一応事前にいただいた質問については、ね、トピックとかね、まとめてありますんで、はい。よろしければ後でご覧ください。はい。とにかく大事なことは地域に循環させれば、みんなが豊かになるということです。はい。ね、日本の衛生が足りない。断熱禁止する、高校生、太陽光は絶対やりましょう。ね、太陽光より今日ね、電気で安くする方法はないんです。で絶対普及をね、加速させなきゃいけないと。ね、でももうすべての人にね、知らないでも恩恵が届くように仕組み作りをしていければと思っています。ぜひね、次の自治体にリレーが続く仕組みを作ればと思うし、まあ、本日のね、東京都さんや川崎さんね、取り組みがね、まあ、ぜひ広がっていくことを記念しております。以上です。はい、前先生ありがとうございます。他の自治体でも太陽光発電を進めていくべき理由、もっと言えば国交省さんがもっと頑張るべきだというところまで分かりました。ありがとうございます。また設置義務化というワードもちょっと強すぎるのではないかというご指摘もありましたので、まあ、標準化を、まあ、というワードも使っていこうかなというメッセージかなとも受け止めました。ありがとうございます。では続きましてですね、ここからは太陽光発電の義務化を含む条例を成立した自治体のご担当者様たちに、お話をいただきます。まず、東京都の環境局気候変動対策部環境都市づくり課長の福安様よりお話をいただきます。福安様よろしくお願いいたします。はい、すいません、本日、貴重な機会いただきましてありがとうございます。都民事業者の皆様ですね、本日、入られているということと、あと自治体関係者の方も参加されているということですので、まあ、そのあたりも意識しながら、短い時間ですけれどもご説明させていただきます。よろしくお願いいたします。で、気候変動対策の重要性と緊急性とまとめてますけども、まあ、すでにご承知の情報かと思います。まあ、甚大な、自然災害ですね、増えていることを実感するところでございます。そうですね、再保険会社だとかのデータとかもですね、最近見ますと、自然災害による保険の損害額もですね、昨年は1200億ドル、15兆円程度に規模に達しているとかですね、保険でカバーされてない部分も含めると、その倍以上の被害額、で大半が、気候関連、ハリケーンなどに起因するものというような情報もありますので、まあ、すでに気候危機は、顕在化しているという状況かと思います。
またIPCC の第6次報告書ですね、3月に公表されましたけども、こちらも最新の科学的な知見が示されました。1.5 度目標の達成には、2035年までに、温室効果ガス、65% 削減が必要であると明確に示されたということ、またですね、この10年間に行う選択や実施する対策は、現在から数千年先まで影響を持つと、こういった記述、重要かと思います。またですね、先週 G7 の広島のサミットございました。コミュニケの中ではですね、2035年 60% 削減することの緊急性が高まっているというようなことでですね、記述もございました。またですね、2030年までに太陽光発電は1000ギガワット100万キロワットの発電所で言えば1000基分ぐらいの規模感ですかね、現状の3倍に増加させるということでコミットされているというところでございますので、G7 の議長国、日本の国としての取り組みというところもますます問われることになるというふうに考えております。こちらですけれども、ちょっとすいません、これ消えちゃってます。はい、再エネの導入状況をまとめています。左下の表をご覧いただきますと字が小さいですけども、発電電力量に占める再エネ電力の比率についてですね、日本は 18% にとどまる一方で、ドイツ 35%、イギリス 34% というようなところでですね、急速にこの再エネの割合が高まっていると、残念なことですけども、この10年間で日本との差が大きく開いてしまっているというような結果となっております。次にですね、東京都の気候変動対策に取り組む意義というところでまとめさせていただいております。東京の地域特性についてですけれども、都内 CO2 の7割超がですね、建物でのエネルギー使用に起因して排出されております。建築されるとですね、長期にわたって使用される建物ですね、この建物の脱炭素化というところが大変重要かというふうに考えております。またですね、都内のエネルギー消費量をグラフにしておりまして、部門別に見ますと、家庭部門は、2000年比で、唯一ですね、増加してしまっている部門となっています。一つ一つの住宅がですね、脱炭素化すれば、家庭部門からの排出が、極端にゼロになるというわけでございまして、またゼッチですね、ネットゼロエネルギーハウス、これ技術的にも、先ほどの前先生のプレゼンでもありましたけども、技術的にも確立しているというところでございますので、着実に取り組むことで脱炭素を実現できる分野と考えております。東京都内にはですね、現在225万棟建物があるわけですけれども、太陽光パネルの設置割合 4% 程度というのが現状です。コップの水に、例えますと、もう少ししか水が入ってないという、見方にもなるかもしれませんけれども、一方でですね、まだ 96% ものポテンシャルがあると、そういうふうにも考えられるかなというふうに思います。こうした背景からですね、東京都では新築住宅などに対してですね、太陽光パネルの設置などを義務化するという新制度をですね、導入するということといたしました。こちらですね、条例改正に至る経過ということで、ちょっとまとめさせていただきました。自治体関係の、皆様もいらっしゃるということですので、ご参考になるかもしれません。2021年のですね、9月の議会におきまして、東京都知事からですね、新築住宅等への太陽光パネル設置義務化の検討というものが表明されました。その後ですね、約10ヶ月間にわたって、環境審議会において議論を重ねさせていただきました。昨年の5月でちょうど1年前ぐらいになりますけれども、新制度ですね、骨子についてパブリックコメントを実施しまして、こちらです。こちらもさ、前先生おっしゃる通り、さまざまな意見が寄せられたと。で、この間ですね、東京都からも分かりやすく、正確な情報発信ということでですね、太陽光発電の解体新証といった普及啓発ツールですとか、ファクトシート、これ各報道機関にも配布したりとかですね、一つ一つ丁寧に、Q&A の形でご回答差し上げるように努めて
きたというところでございます。で、まあ、本日あのセミナーにも関わってくださっておりますゼロエミッション実現する会の皆様をはじめですね、消費者団体の方ですとか、さまざまな団体個人の皆様からですね、多くの応援励ましのご意見もいただいたところでございます。改めて、その点感謝申し上げたいと思います。でこれあの印象的だったのはですね、パブリックコメントをしていて、これよくあの私の方でもご紹介するんですけれども、まず年齢別に集計すると、若い世代ほどですね、賛成意見の割合が高かったという点でですね、またあのパブリックコメントの中でですね、まあ、ある高校生の意見とても印象に残っていて、これもよく紹介させていただくんですけども、その中ではですね、今しか見ない判断をするのではなく、地球環境が手遅れになった後の、次の世代が受けなければならない被害を、忘れないでくださいといったですね、切実なご意見もいただいておりました。私自身もですね、しっかり受け止めていかないといけないなというふうに感じているところでございます。でちょっと話しとれましたけど、まあ、こうした経緯も経てですね、昨年の12月に、東京都議会、条例が可決しております。で現在、新制度の詳細を詰めているところでございますけれども、対応後パネルにつきましてはですね、まだまだ、十分に、その効果などについてですね、理解が広がっていないんじゃないかというところがですね、率直な、まあ、受け止めでございます。引き続き理解の促進、努めてまいりたいというふうに考えております。こちらのスライドはですね、国内外太陽光義務化の制度に関するですね、状況ですが、ドイツのベルリンですとか、アメリカのカリフォルニア、ニューヨークなどでもですね、太陽光義務化は始まっているところです。また国内でもですね、下段ですけども、京都と群馬ではですね、比較的規模が大きい新築建物、これ、建物一棟ごとにですね、義務化するという制度が始まっていると。また、本日ご登壇の川崎市様におかれましてもですね、京都とほぼ同様の仕組みでですね、同じ時期にですね、戸建て住宅も含む新築への太陽光の設置、義務化という施行が、そういった制度がですね、施行される流れとなっております。なんか長野県さんの資料だとかを見るとですね、3月ぐらいの公表資料で義務化の検討を開始しますというような資料も拝見しましたので、まあ、こういった動きというかとかですね、一つ一つ国内の中でも広がっていくといいなというふうに考えております。こちらです、参考資料ですが、環境確保条例を改正したところでございますけれども、まあ、一部今年度改正するものもあるんですけれども、戸建て住宅の方だけではなくてですね、大規模な新築ビルですとかマンションのところにつきましても、太陽光パネルの設置、これ建物ごとですね、一棟ごとに義務化という制度も、制度強化を図っているというところもちょっとご案内させていただければと思います。本日全体の説明は割愛させていただきます。またですね、新制度の概要についてですね、ご説明差し上げたいと思います。まず、太陽光パネルの設置義務者について、1でございますけれども、都内の大手住宅供給事業者を対象としております。これはですね、国の住宅トップランナー制度、これがまあすでに施行されているところでございますけれども、まあ、その対象者とまあ重なってくる方々ということになります。都内だとおおむね50社ぐらいが対象になるかなというところでございますけれども、国の制度も参考にしながらですね、行政的な手続き面の工夫にも配慮していきたいというふうに考えております。また、義務の内容になりますけれども、太陽光パネルに注目が集まっていますけれども、東京都の制度ですと断熱省エネ性能、これは国が2025年から適合を義務化する水準以上のレベルで供給していただくということですとか、電気自動車の充電設備についてもですね、設置を義務とする制度としております。太陽光パネルの設置義務についてでございますけれども、これもですね、一棟ごとということではなくて、事業者ごとに一定の算定式に基づいて設定する仕組みとなっておりまして、必ずしもすべての建物、新築建物に設置を求めるものではございません。再エネ設置基準への適合方法、イメージ図でお示しの、制度、ちょっと繰り返しになってしまうかもしれませんけれども、事業者ごとにですね、まあ、一定の算定式に基づいて設定するという仕組みとなっておりまして、まあ、これ必ずしもすべての新築建物に設置を求めるものではないというところでございます。これ
都の制度ではですね、こういったあの算定式を設けておりまして、まあ、住宅の日当たりなども考慮してですね、よりパネルを多く設置できる住宅にはまあ多く設置していただくと、で難しいところにはそれなりにまあ設置していただく、もしくはまあ設置しないというところをですね、ご判断いただけるという仕組みにしていると、柔軟な仕組みとしております。また算定除外ができる住宅の例ということでですね、こういった、北側の屋根は除くとかですね、まあ、そういった工夫もしているところでございます。またあの算定基準率というものも設けておりまして、一定の係数ですね、都内平均だと 85%、山陰が多い地域ですとか、都心の地域とかだと 30%、70%、まあ、こういった、算定基準率をかけてですね、義務量を算定するというような工夫も行っているところでございます。またあの説明制度というものも設けております。建物供給事業者はですね、太陽光発電の、機能ですとかですね、効果とかですね、まあ、そういったものをですね、説明していただく義務を設けることで、接種や購入者の方にご判断いただけると仕組みとしております。で環境性能の高い家のメリットを4点でまとめてますけれども、こちらちょっと経済性とか健康な暮らしとかですね、先ほど申し上げた解体新調などでもですね、分かりやすくご説明しておりますので、まあ、改めてご確認いただければと思います。またですね、太陽光発電協会との連携というものも進めております。あの太陽光パネルの基礎的な知識の普及に加えまして、あの持続的なサプライチェーンの構築、人権尊重などのですね、SDGs に配慮した事業活動への取り組み、またパネルのリサイクルに関する取り組みなども強化しているところでございます。この辺はですね、あの義務化の有無に関わらずですね、制度の有無に関わらず、太陽光の普及に向けて必要不可欠な取り組みですので、引き続きしっかり取り組んでいきたいというふうに考えております。補助金などもですね、各種、充実させてきているところでございますので、改めてご確認いただければと思います。こちらの資料もですね、小型パネルですとか、屋根一体型のパネルとかですね、若干価格が高いもののところもですね、上乗せ補助をするような仕組みというものも、今年度から始めたというところでございます。またいろいろですね、太陽光発電の設置に関してあのご不安な点だとかお持ちの方にですね、お気軽に相談していただける、またどういった補助金が使えるかということもですね、相談していただけるワンストップ相談窓口、こういったものも設けておりますので、ぜひご活用いただきたいというふうに思います。で最後にですね、ちょっと今回のウェブビナーでですね、あの国への期待などもお話ししてほしいということでしたので、すみません、まとめさせていただきます。時間が過ぎてしまって申し訳ないですけども、でまずですね、国への期待でございますけれども、2030年に、新築戸建て住宅の6割に太陽光発電が設置されるということを目指す国においてもですね、その実現に向けた具体的なロードマップの提示が必要かというふうに考えております。またですね、あのまだまだ太陽光に対する、不安をお持ちの方も多いかと思います。あの安心して設置ができるようですね、導入効果、適切なメンテナンスの方法などですね、分かりやすい情報発信、周知、まだまだ必要だと思います。こうした環境整備についてですね、国交省、経産省、環境省、提案活動を続けているところでございます。また、本日ご参加いただいております、全国の自治体の皆様に向けて、僭越ですけれども、連携した取り組みを進めていただけるとですね、嬉しいなというふうに考えています。東京都の普及啓発ツール、また太陽光に関するさまざまな疑問に対してですね、Q&A などで一つ一つ丁寧に答えてますので、太陽光ポータルというサイトですね、ぜひご覧いただければと思います。また、全国で国の脱炭素先行地域だとか、さまざまな工夫で先進的な取り組みを行われている自治体多いと思いますけれども、まあ、東京都のこの制度のですね、フォーマット、こう仕組みを一つのフォーマットとしてですね、そのままご活用いただけるかもしれません。一から仕組みを作るのもなかなか大変な労力になるかと思いますので、新しい施策の検討ということで、まあ、ざっくばらんにですね、意見交換などをさせていただけると幸いでございます。資料の掲載は以下のホームページに掲載しておりますので、ご覧ください。すいません、途中切れてしまいました。駆け足で申し訳ありませんでしたが、ご清聴ありがとうございました。はい、福役様ありがとうございます。他の自治体の方々とも連携を進めていただけると、はい、心強く思います。では、続きまして川崎市環境局脱炭素戦略推進室室長のですね、井田様よりご発表をお願いしたいと思います。井田様よろしくお願いいたします。
はい、ご紹介いただきました川崎市脱炭戦略推進室だと申します。画面の共有はできてますでしょうか。あ、今まだ、お顔のままになっております。お待ちください、はい、今見えました。大丈夫ですかね。はい、じゃあ、こちらの方で、説明の方をさせていただければと思います。私の方からはですね、川崎発脱炭素チャレンジ太陽光発電ということで、川崎市のですね、脱炭素の取り組み全般と太陽光発電の位置づけなどについて説明の方をさせていただければと思います。前段でですね、東京都さんの方からいろいろと、温暖化の背景とかですね、太陽光発電の義務化のご説明とかありますので、なるべく重ならないような形でですね、ご説明の方できればというふうに思ってございます。少々お待ちいただけますか。はい、ですね、すいません、ちょっとお待ちいただいてよろしいですか。ごめんなさい、はじめにでございますけれども、令和4年3月にですね、川崎市の地球温暖化防止活動推進基本計画の改定というものを行いまして、この中でですね、地域で2030年度に2013年度に 50% 削減の目標というものを設定したところでございます。で、この計画の達成に向けてですね、令和5年3月にですね、川崎地球温暖化防止対策の推進に関する条例というものを改定いたしました。で、この中ではですね、大きく2点、論点がございまして、1つ目が令和32年であります2050年を脱炭素社会の実現を旨として、基本理念として明示したということが1点で、もう1つがですね、2030年度までの取り組みを加速化させるためにですね、事業活動にかかる計画書および報告書に関する制度というものを見直し、また今日の主テーマでございます建築物への太陽光発電設備等の設置を総合的に促進する制度というものの新たな制度を位置づけたところでございます。まずですね、川崎市の温室効果ガスの排出状況についてですね、ご説明の方をしたいと思うんですけれども、地域の温室効果ガス排出なんですが、2020年度の暫定値というものなんですが、2026万トン CO2 ということでございまして、こちら2013年度比で 15% 減というような状況でございまして、2030年度に半減するためにはですね、さらなる取り組みの加速が必要というような状況であります。で、この量なんでございますけれども、全国での政令市の中で一番排出している量になります。川崎市が政令市の中で一番 CO2 の排出量が多いという、温室効果ガスの排出量が多いというような実態がございます。と言いますのは、下にですね、二酸化炭素排出量の部門別構成比というものがございますけれども、全国では産業系が約 46% という中なんですけれども、本市におきましては産業系が約 76% ということがございまして、こちらの産業系といったところの排出が多いことがですね、全国政令市の中で一番多い排出量につながっているというような実態がございます。そうした中でですね、先ほどご説明いたしました基本計画でございますけれども、繰り返しになりますけれども、2030年の目標を地域全体で 50% 削減ということ、さらに個別目標といたしまして、民生系においても 45% 削減、産業系は 50% 以上というような目標を掲げております。ですので、産業系にとどまらずですね、民生系、市役所も含めてなんですけれども、もうバランスよくすべて落としていくということをこの計画の中で位置づけているといったところでございます。こうした計画のですね、目標達成に向けてですね、本市では5大プロジェクトというものを位置づけて取り組みを進めておりまして、その1つ目が再エネ、2つ目が産業系、3つ目が民生系ということでございます。今日はですね、この中でも主な取り組みの中で赤字にして示させていただいた部分について簡単に触れさせていただいて、最後太陽光発電の取り組みを総合ですご説明の方をさせていただければと思っております。まず1つ目のプロジェクト1、再エネでございますけれども、こちら、再エネといいますと太陽光発電の話が通常メインかとは思うんですけれども、こちらの再エネのイメージはですね、太陽光発電もあるんですけれども、地域の中で地産地消を促していこうという取り組みでございます。そのためにですね、核となる
組織体を作ろうということで、地域エネルギー会社の設立ということを現在検討というかプロジェクトを進めております。本室の中にですね、廃棄物処理センターということで、ゴミの焼却を行っている施設がございますけれども、そこで行っている廃棄物発電などを活用してですね、地域のエネルギー施策をリードしていきたいということでございます。この会社はですね、この廃棄物発電活用しながらも再生可能エネルギーの電源開発、いわゆる太陽光の PPA みたいな取り組みとかですね、エネルギーマネジメントなどを行う、こういったプラットフォームをまずは設けようというプロジェクトが1つ目でございます。で2つ目あごめんなさいで、こちらですね、現在パートナー候補というようなことでありますけれども、ここ今後の主なスケジュールにありますけれども、今年の10月頃にですね、会社を設立するということで、パートナーと準備の方を進めているところです。で2つ目が産業ということなんですけれども、やはり 76% の CO2 排出量の構成比を占めている産業系も力を入れていかなくてはいけないという中で、川崎臨海部というのがある意味川崎コンビナートというところなんですけれども、こちらいわゆる現在もそうな部分があるんですけれども、炭素でご飯を食べてきたコンビナートと言えるかと思うんですけれども、ここを炭素でなく炭素を排出しないで食べられるコンビナートにしていくということで、川崎カーボンニュートラルコンビナート形成推進協議会というものを作り上げましてですね、この中で官民連携によるプラットフォームを組織してプロジェクトの創出に取り組んでいるといったところがございます。でもう一つはですね、今回のですね、条例改正の中で位置づけました計画書報告書制度でございますけれども、事業者の新たな評価支援というものを行っていくという中で、新たな評価の中にですね、再エネの電化の導入なども位置づけてですね、2030年度のですね、CO2 の削減というものを着実に進めていただけるような取り組みを事業者に課しているものでございます。こちら取り組みの結果についてはですね、事業者 A から C で評価とありますけれども、こうした取り組みをですね、市の方で評価をさせていただいて、結果についても公表するというような仕組みでございます。そうしたものをですね、新たに事業者に関しては課していくといったものでございます。で、3つ目がですね、民生系ということでございまして、脱炭素先行地域川崎市の方も選ばれているんですけれども、こちらを中心にですね、取り組みを進めているところなんですが、取り組みの一つ目といたしましては、市の公共施設でですね、設置可能な施設の半数に太陽光パネルを設置していくといったもの、また取り組みの二つ目でございますけれども、高津区の溝の口エリアというエリアがあるんですけれども、そちらの中で民間施設に太陽光パネルの設置を促すというようなことで、国の交付金の活用をして太陽光の設置を推進していきたいというふうに考えているところでございます。で、ここからが今日のメインテーマになります再エネ導入にかかる制度ということでございまして、川崎市もですね、東京都さんの事例を参考にさせていただきながら義務化に向けた検討なども進めてまいりまして、川崎市としてはですね、建築物太陽光発電設備等総合促進事業という形で、事業の方を進めているところです。この中で、先ほど東京都さんからもお話しありましたけれども、制度1の中では特定建築物太陽光発電設備導入制度ということで、2000平米以上の大規模建築物の建築に対して、太陽光発電設備等の設置の義務を課すもので、制度2といたしまして、特定建築事業者ハウスメーカーさんなどでございますけれども、太陽光発電設備の導入を促す制度というものでございます。で、3つ目が建築士太陽光発電設備説明制度といったもので、4つ目が建築物太陽光発電設備誘導支援制度ということで、制度1から3をスムーズに行うために市が誘導支援を行うというような制度を構築したところでございます。制度1、制度2に関しては先ほど東京都さんからもご説明がありましたので、似たような制度でございますので、制度の詳細については、現在検討中ということもありますので、ちょっと割愛の方はさせていただきますけれども、制度の中のイメージに関しましては東京都さんと同じような制度ということで、ご認識いただければ幸いでございます。で、本市がですね、なぜこの建築物太陽光発電設備と総合促進事業に取り組んでいくのかといったところの背景についてご説明をしたいと思うんですけれども、
実は本市の CO2 排出量はですね、電力エネルギー由来よりも熱エネルギー由来の方が大きいという特徴がございます。こちらはコンビナートを有しているといったところから、こういうような状況にあるんですけれども、脱炭社会の実現にはですね、エネルギーの効率化、電化、再エネ化、ともに非エネルギーの脱炭素化も必要ということではあるんですけれども、これらの実現にはですね、今後のイノベーションに期待が大きいというところがございます。それこそ2030年度以降に本格化するであろうというような分野かなというふうに思っているところでございます。逆にじゃあ2030年までに何をするのかという話ではございますけれども、2030年までの限られた時間の中ではですね、実用化されている既存の技術を活用して、すぐに取り得る施策を着実に進めていくことが重要というふうに考えてございます。そのためですね、省エネというものを徹底して行った上で、再生可能エネルギーの導入を着実に進めていくということが必要であるというふうに考えてございます。再エネの導入のポテンシャルでございますけれども、令和2年の地域の再生可能エネルギーの導入実績というのは約20万キロワットというふうに推定してございます。令和32年、2050年までですね、導入が期待できる追加ポテンシャルは約73万キロワットというふうに推計はできているんですけれども、実はこのうちの 99% に当たる約72万キロワットが住宅事業用の太陽光発電であるということが推計はされております。そうした中でですね、下にございますように再生可能エネルギーをさらに増やすためには住宅用および事業用の建築物への太陽光発電設備の設置が最も有力というふうに考えてございまして、その手段として義務制度の検討を行ってきたところでございます。本市における再エネの導入にかかる義務制度の検討の経過でございますけれども、昨年5月にですね、環境審議会に諮問の方をさせていただきまして、5回にわたる議論を経まして、昨年11月に市に答申をいただいたところでございます。この答申を受けまして、本市では重要施策の考え方というものを案をまとめまして、パブリックコメントを実施したところでございます。パブリックコメント889通、意見総数は1864件ということでございまして、本市としてはかなり多くのご意見をいただいたところでございます。パブリックコメントにお寄せいただいた内容につきましてはですね、東京都さんと似たようなところが傾向がございますので、そちらの方の中身はですね、東京都さんの資料をご参照いただければ幸いでございますし、本市のホームページなどでもですね、詳細ご報告させていただいておりますので、後ほどご覧いただければというふうに思ってございます。こうしたパブリックコメントを経ましてですね、本年1月に重要施策の考え方というものを策定し、公表いたしました。この公表を受けまして、もうすぐなんですけど、翌月にですね、市議会に条例の改正を提案させていただきまして、議会での審議を経て、3月の市議会で可決がされたというものでございます。少し話が遡るんですけれども、審議会でいただいた主な意見として、私どもが重く受け止めたところを少しご紹介させていただければと思っております。一つ目でございますけれども、産業部門だけでなくて、家庭部門の CO2 削減の取り組みが重要だと。一般家庭も含む屋根上で、太陽光発電設備を設置するということは、都市の未来の一つの姿ということで、積極的に取り組むべきではないかといったご意見。また、川崎市が取り組むことで、全国の都市へ波及させることが期待できるのではないかといったご意見をいただきまして、本市が先進的に取り組むことの重要性についてご意見をいただいたところでございます。こうした意見を踏まえてですね、本市としてもですね、この取り組みを着実に行っていかなければいけないというふうに考えたところでございまして、本市としては、充電の施策だけでは十分に太陽光発電普及していない中で、施策を強化する必要性は高いであろうといったこと、また、電気料金高騰するしている折に、太陽光発電、ということを選択肢にした方が、電気代も低コストになるといったこと、さらにはレジリエンスの強化ですとか、4つ目にございますように、設置やメンテナンス等の新たな需要の創出ということで、地域経済の活性化といった観点も言えるのではないかと。こうした点を踏まえてですね、一定の義務を課す建築物再生発電設備と総合促進事業を構築したところでございます。今後の取り組みと課題といったところでございますけれども、東京さんも設置基準量とか定められているんですけれども、本市まだ明確にはできていないところがございまして、詳細について早期に市の考え方を示して、年度内に規則改正をしていく方針でございます。
また事業者向けの支援体制もそうですし、3番目にありますように市民事業者への対抗発電設備に関する点の説明ということも必要かと思ってございます。さらに市内経済の活性化という中では、その担い手である市内の事業者さんのですね、知見を蓄えていただく必要があるかと思いますので、研修やセミナーなども実施していきたいと思ってございます。また東京都さんや太鼓発電協会さんなどともですね、連携を進化させていただき、まあ、川崎市単独ではなくてですね、皆さんのお力をいただきながら、全国へも発信の方をしていきたいなというふうに思っているところでございます。まあ、終わりにということでございますけれども、本市は実は来年度市政100周年という節目を迎えます。市長もよく話をするんですが、月の100年のためには脱炭素社会の実現が必要不可欠だと。そのために地球温暖化対策は重要施策なんだということで取り組みを進めさせていただいてございます。今回義務化、太陽光のですね、一定の義務化といったところもございますけれども、やはり社会に実装が、技術がされていくということが重要かと思っております。太陽光がどんどん乗っていくということが重要かと思っております。そのためにはですね、行政だけではなくて市民事業者など地域のあらゆる主体の参加と共同が必要不可欠かと思っております。地域資源を活用してですね、川崎市の特性に応じたアプローチで、太陽光の普及をはじめとした脱炭素社会の実現に向けた取り組みを加速してまいりたいというふうに思ってございます。ぜひ川崎市の脱炭素チャレンジへの参画ということも お願いをして、お話の方を終わりとさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。井田様ありがとうございました。検討の経過など大変参考になる情報ありがとうございました。それではここからですね、約20分間質疑応答の時間とさせていただきたいと思います。質疑応答の進行は、国際環境 NGO グリーンピースジャパンの鈴木さんにお願いしたいと思います。鈴木さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。ぜひビデオをオンにして皆さんご参加いただけたらと思います。パネリストの皆さん、よろしくお願いします。まず最初に質問の いいねが多い順に聞いていきたいので、舞先生どうもありがとうございます。日本で太陽電池の設置義務化を新築のみならず基地区まで広げるにはどのような課題が考えられるでしょうか。またどのようなアプローチが有効と思われるでしょうか。お願いいたします。はい、戸建て住宅の基地区ですと、まあ絶対広げていかなきゃいけないんですけど、まあ大変残念ですけど、日本の基地区住宅って既存住宅はちょっと耐震性をやっぱチェックする必要があるみたいなんですよね。ただまあ耐震に関しても今いろんな候補が出てて、まあ一つがやっぱりちょっと重たいですね、屋根の瓦を外して金属武器にして軽くしていくと。まあ、それで合わせていけばですね、多分太陽光の線もそんな難しくはないかなと思ってます。まあ、ちょっとですね、まだ既存住戸建てで太陽光乗っけていくとか、そんなにまだ普及してなくて、まあ、ちょっと耐震とのチェックをやっていく中で、その辺なんか1セットで、なんか効率的にやっていく仕組み作りが必要かなと思いますね。やっぱちょっと既存住宅は耐震のチェックってことは、やっぱり、私も構造専門家に聞くと、それは必要だって言われてました。あと集合住宅の既存っていうのはすごい大事で、まあ東京なんかはやっぱり集合住宅すごい大事だと思うんですよね。なんか今回も東京さんそこのいろんな課題、既存住宅、集合住宅への課題の補助などもすごい期待してて、まあ集合住宅っていろいろ課題、解決しなきゃいけない問題があると思ってるので、まあ雨漏りが起きにくいとか、後から簡易的に乗せられる、そんなね、防水面を傷めないやり方、そういうのもいろいろ開発されていると聞いてます。まあ、なので、いろいろと集合住宅の後乗せ、それは本当にあんまりまだ事例が多くないと思うので、まあ、ぜひ東京さんに開発していただいて、まあ、していただいているところなので、共有していただいて、ベストプラクティスをですね、広げていくということが本当大事だと思っています。はい、ありがとうございます。次ですね、また前先生で、太陽光発電設置の拡大余地として、住宅建築物の設置と、農地の営農型の2つとありましたが、特に後者について今後増えていく耕作放棄地に対する設置への期待はありますでしょうかっていうご質問です。そうですね、やっぱり営農型はすごい面積がね、可能性があるってことは諸富先生のお話もそうね、まあ、本当そうだと思うんですよね。ただちょっと私が聞いてる範囲だと課題を低コストで作るってところにまだ課題が課題にダブっちゃってますけど、ちょっと解決するべきところあるって話なので、
まあのね、増えていったらいいと思うんですけど、ちょっとどうリーズナブルに、あれですよね、ちょうどいい間隔を空けながら太陽光パネルを置いていくかところですよね。まあでも、まあ、従来の、やっぱり切り開いてメガソーラーボンボンと置いていくよりは、営農型にしていった方が、絶対みんなにとっての保険も多いと思うので、まあ、そこに向けてで、ただちょっとやっぱコストと、設置、初期コストとかを中心に、やっぱ解決してるべきことあるだろうと。まあ、その辺は、ぜひ、いい設置の仕方。まあ、今、いろいろなね、設置の仕方、工夫がされていると聞いてますので、早くその辺で、非常に効率的な、低コストな設置方法を、営農型でも見つかってほしいなと思います。ありがとうございます。また前先生で、この人口減少社会において、国が目指しているような GX 投資による大型の電源開発や、広域送電網の強化が必要なものでしょうか。それに人口が減少したり脱炭素が進めば進むほど税収は減少します。歳入が減るなら歳出を減らすべき努力を行うべきであるのに方向性は真逆と言えます。これは無責任な未来への借金ということではないでしょうか。私たちはこれを許して良いものでしょうか。下の方もちょっとご意見も入ってますが、地域分散型であるならば再エネ中心のオフグリッドエリアを拡大し、インフラの新設や維持費を最小にする努力が必要でありましょう。今こそジャブの公的資金ばらまきの政治経済構造から脱却し、減少する歳入に見合った身の丈の歳出に切り替え必要があると思います。ご意見ございますでしょうか。はい、まあ、本当におっしゃる通りです。特に化石燃料とかを使うとかですね、原発みたいな大型の発電所をですね、これから新たにこさえていくっていうのはちょっとまあありえないというか、経済的にもういろんな意味でありえないなと思ってるんですよね。だから、まあ、私なんかも断熱とか、まあ、こういったやめのせ太陽光で大きな発電所を減らしていけるって必要になるんですね。投資を減らしていく、まあ、すごく大事で有効だと思ってます。まあ、送電網に関してはやっぱり今期待されている際のもう一つやっぱ風力発電っていうのがあるので、まあ、風力発電を増やしていく中ではやっぱ系統をもうちょっと最適化していく必要があるっていう話は聞いてるんで、まあ、発電所、まあ、化石燃料の発電所は減らしていって、まあ、送電網は、まあ、再エネの導入必要なところは増やしていくってことなのかなとは、まあ、理解しているんですが、まあ、おっしゃる通り、今後人口も減っていって、ね、何やかんやって、まあ、で、その電力系統を維持する人たち自体が減っていくわけなので、このままほっといたら、2050年とかにやたら立派な発電所とかはあって、でも国民一人一人がものすごい電気代の負担に苦しむっていう時代が来ること、私はものすごく心配してるんだよね。どうもやっぱり国に任せとくと、毎日役所に押しかけてくる産業界の意見っていうのが、供給側の話ばっかりになっちゃって、デマンドサイドの話っていうか、我々の国民一人一人の話はなかなか出てこないんですよね。で、またそういうので、住宅とか建築物でできることいっぱいあるんだけど、残念ながら、あまり住宅とか建築の作り手の人たちって意見をまとめてなんかするってことはなかなかできないって中で、どうしても声がでかい特定の企業の人たちの話にどんどん引きずられていっちゃうとこあるんで、まだそこは本当に残念だなと思ってるよね。だからまあもっとやっぱり身近にできることが実はすごい大事ね。今までみたいにどちらかというとエネルギーもなんかつい発電所の供給サイドの話ばっかりにやっぱ話がいっちゃう。あ、そこにいっぱい大企業がぶら下がってるのがあると思ってるんですけど、私としてはもっと、なので国民一人一人の生活を良くするのをセットで、2050年はみんなが電気代の心配なく暮らせる社会を作る。まあ、それが僕は脱炭素と全く同じベクトルだと思ってるので、まあ、そういうになってほしい。そういうのをね、もっとみんな声を上げてなっていって、そういう人のね、声がちゃんと政治とか経済の仕組みに反映されるようになってほしいなと心から願ってます、ね。やっぱ仕組み作りが大事ですよね。ありがとうございます。東京都の福安様にご質問です。設置義務化では一定の規模以上のハウスメーカーが対象となっている一方で、一定の規模以下のハウスメーカーに義務を課されていない理由は何でしょうか。またそれぞれのハウスメーカーに等しく義務を課すにはどのような障壁が考えられるでしょうか。加えてその障壁を乗り越える策は終わりでしょうかということで、よろしくお願いします。あ、はい、東京都の福安です。ご質問ありがとうございます。東京都で2万平米以上の供給事業者というような設定をしているところにつきましては、2030年までにですね、国の方で新築住宅で太陽光発電6割設置と、まあ、それの早期実現のためにですね、
一つ、この制度も取り入れているというところがございますので、まあ、そこの水準と一つ合わせたというところが あります。また国の住宅トップランナー制度ということでですね、すでに大手メーカー、の取り組み、牽引している事業者さんもいらっしゃいますので、まあ、その対象と重なってくるというところがあります。また中小規模の事業者の方もですね、任意で参加できる仕組みというのも設けていて、積極的な取り組みというものをですね、評価公表していくというようなところも考えておりますので、まあ、そういった仕組みも使いながらですね、とは思っています。ただ一方で2万平米とかですね、そういった、要件についてはですね、審議会の方からもいろいろ実態を見ながらですね、見直していくと検討すべきというようなこともですね、ご意見としていただいておりましたので、まあ、ここは制度を施行された後もですね、実態を見てですね、規模要件のですね、裾下げみたいなところもですね、もしかしたらまた時期を見て考えていく必要があるかなというふうに考えています。すいません、以上でございます。はい、関連してですね、ちょっとまだまだ足りないんじゃないかということで、制度の強化、これは断熱を含めて複数の方から強化についてのご質問があります。よろしくお願いします。そうですね、はい、東京ありがとうございます。東京都の制度断熱省エネのところもですね、義務基準というのを設けていて、あともう一つですね、誘導基準というものも設けております。より高い断熱省エネ水準というところについては、それをさらに評価するというような仕組みも設けているので、まあ、そこをぜひ活用していきたいなというふうに思っておりますし、あとまあ、やっぱり支援策ということですね、そこも断熱等級、より高いものも出てきていますけれども、まあ、そういったものも見据えたですね、支援策というものもですね、補助金なども含めてしっかりと考えていきたいというふうに考えています。はい、ありがとうございます。こちらの、制度の強化、断熱含めた制度の強化について井田様からもお願いできますでしょうか。はい、ありがとうございます。まだ何せ太陽光の設置がですね、これからスタートしていく中でですね、まずは足元を固めていくということが重要かと思っております。でその上でですね、やはりやりながらいろいろと工夫をしていくということは当然必要になってくるかと思っておりますし、技術もどんどん新しいものがですね、開発されてくるといったものをきちんとキャッチアップして、当然大きな目標はですね、2030年のハーフ、2050年脱炭素というのがありますので、そこにきちんと向かっているかということをきちんとそこに軸を置きながらですね、いろいろ施策の方は考えていきたいというふうに思ってございます。すいません、以上でございます。はい、ありがとうございます。お時間迫ってますので、小畑さんにお返しします。ありがとうございました。はい、たくさんご質問いただいている中、申し訳ございません。すべてのお時間にすべてのご質問にお答えすることができず申し訳ございませんでした。それでは、本日はお忙しい中、皆様ご登壇いただきまして誠にありがとうございます。多くの方の理解が進んでいただけるように、また次の自治体も進めやすくなるように、私たち自然エネルギー 100% プラットフォームの方でも、情報発信を、進めていきたいと思います。重ねてお礼申し上げます。では最後にですね、皆様お一人ずつから一言ずつをいただいてもよろしいでしょうか。まず前先生からお願いいたします。はい、本日ありがとうございました。本当に東京さん、川崎さんがですね、まあ、切り開いてくれて、いろいろですね、コンテンツとか、ああいうのに作ってくださってるということもあるので、まあ、それは本当に社会全体の貴重な財産なので、まあ、みんながね、上手に使っていくということができればと思います。まあ、ちょっとね、一時期変な、ね、議論もあっちゃいましたけど、最終的には今と、もう、なんかもう、だんだんやっぱり、本当電気代が、本当にシビアな問題になる中で、まあ普通にいいものじゃないかって流れになってきてると思うんですよね。だから本当にいろんな自治体の方にですね、まあ、取り組んでいただいて、まあ本当にその地域でみんなが幸せに暮らせるですね、社会になっていってほしいなと思うので、ぜひ、まあ、この取り組みですね、みんなの情報を共有と、まあ、いろんなね、力を合わせていくというところ。まあ今日も東京さん、川崎さんから、まあいろいろ連携についてのご提案もいただいたので、ぜひそれが、まあそれだけで終わらずに、ちょっと今後も継続的な活動になることを希望しています。ありがとうございました。ありがとうございます。続きまして、福安様、お願いいたします。はい。
本日はありがとうございました。説明の中でもですね、大手住宅メーカーなどに対する、義務という仕組みだということでご説明差し上げたんですけども、その要は住宅メーカーなどですね、その住宅の環境性能の引き上げに取り組んでいただくということでですね、それが標準規格となっていくんだと思います。標準化されていくんだと思います。それによってですね、その省エネとか断熱、また太陽光発電が進めばですね、そのメリットやがてより多くの人に届いていくだろうと、市場がですね、広がっていくだろうというふうに考えております。で、そうですね、世界的にもですね、もうどんどん再エネの導入というものが拡大している中でございますので、そういった中で東京のようにですね、エネルギーを非常に多く使っている都市でございますし、都外からのエネルギーにですね、支えられているという都市でもありますので、ちょっと電気消えちゃいましたね、すいません。6時半になってしまったので、そういった大エネルギーの大消費地の責務という観点でもですね、省エネの深掘りと再エネの、基幹エネルギー化、しっかり取り組んでいきたいと思いますし、ぜひそう皆様とですね、一緒に脱炭素に向けた取り組みですね、進めていければと思っておりますので、引き続きよろしくお願いいたします。すいません、暗い中でも今ついた。ありがとうございました。ありがとうございます。では最後にですね、井田様よろしくお願いいたします。本日はどうもありがとうございました。正直その太陽光発電のですね、検討を進めていく中で、東京さんだからできるんじゃないかみたいなですね、お話も正直なくはなかった。でその次にですね、続く自治体が重要だというようなこともですね、実は審議会の中ではご意見としていただいていて、やはり川崎が続けばですね、他の自治体さんにも立派なエールを送るというか、次にバトンをつなぐことができるんじゃないかというようなことですね、叱咤激励いただきながら、どうにかここまでたどり着いているというところがあるかと思っております。ぜひですね、川崎がつないだバトンをですね、他の自治体さんにもつないでいただきたいなと思いますので、本日のですね、前先生や福谷さんからのお話、私どもの、発表などもですね、ご参考にしていただきながら、次につながっていただければありがたいなと思ってございます。どうぞよろしくお願いいたします。本日ありがとうございました。ありがとうございます。心強い言葉は大変支えになります。ありがとうございます。では最後にですね、Zoom から退出されますと、自動でアンケート画面に移りますので、もしよろしければそちらへのご回答をどうぞよろしくお願いいたします。それでは本日はこちらで終了とさせていただきます。皆様お忙しい中、時間いただきましてありがとうございました。それで終了とさせていただきます。失礼いたします。